今回はですね、音楽関係のソフトウェアで最近僕が驚いたことを2つ、話します。雑談です。まず1つはね、ソフトウェアのその音源、ビエナシンフォニックライブラリーというところが、最近出したピアノ音源、グランドピアノですね、ヤマハ CFX、 これをね出したんですけど、音はね、まあもちろんいいんですよ。すごくね、もう聞いた瞬間、あ、欲しいって思ったんですけど、これのね、何が驚いたかっていうと、まあ音についてはね、なんかあんまりもう驚かないかな。そんなに劇的に驚くってことない。基本的にもうみんなすごく水準高くていい音なんでね。何が驚いたかっていうと、容量ですよ。スタンダードライブラリーと、まあ、廉価版っていうかね、ちょっとこう、少なめ、機能か限定してるっていう。スタンダードライブラリーとフルライブラリーって2種類ビエナって、まあ大体出してるんですけど、そのね、フルライブラリーの方がね、239.9GB あるんですよ。容量がね、もうめちゃくちゃでしょ、これ。ピアノ1つの音源で 240GB。で、スタンダードライブラリーの方で 115GB。で、まあこれね、何が違うかっていうと、マイクをね、いっぱい立ててるんですけど、その、まあ近いマイクから遠いマイクまで、まあいっぱい立ててあって、で、まあフルライブラリーになればそれが全部入ってると。まあ例えばここでクロース1、クロース2でこうマイク立ててますよね。で、あとミッド1、ミッド2でここに立ててて、あともう、遠く離れたやつ、サラウンドとかっていうのがついてて、で、まあ、スタンダードライブラリーだと、まあ、クロース1、ミッド1だけの音源が入ってるとかね、まあ、そんな感じの限定の仕方してるんですよ。でね、音聞いた瞬間に、あ、買おうと思ったんですよ。ね、ね、容量がね、240GB でびっくりしちゃって、まあ、音源ライブラリー収め、うちのね、あのパソコンのね、音源用のその SSD の残りの容量見たら、180GB だったんですよ。180GB しかなかったんで、入れられないと。買ってもダウンロードできない。インストールできないっていうね、状態になるんで、まあ、買うのやめたんですよ。うん。で、まあ、スタンダードライブラリーなら入るんですけどね。で、180GB しかないって言ってるけど、180GB も残ってるんですよ。本来ならね、もって言っていいはずの容量なんですけど、残りの容量なんですけどね。大体はだってもう 5GB とか 6GB とか 7GB とか、まあ、そんなもんじゃないですか、音源って言ったら。だから、180GB も残ってたら何個も入るんですよ。何個も何個も入るんですよ、音源で。それがピアノ1個入らない。ビエナのね、これね、それぐらいのちょっともうびっくりした容量なんですよね。もうぶっ飛んでる。でね、まあ、できればフルライブラリー、できれば、まあ予算ある人だったら、もういいね、今買っちゃった方がいいんですよ、これ。もう少なくとも、っていうか、1年以内にはこれ絶対必要になるなってもうわかる人とか、自分の用途的にね。制作からもう分かってる人とかだったらもうこれ今買っちゃった方がいいんですよね。 27% オフ、うん、でまあ他の販売店で買えばもうちょっと安くなるじゃないですか、さらにね。でビエナのそのなんか売り方ってだいたい月替わりで、今月は弦で、まあ翌月は、例えば木管ライブラリーとか、まあその次は金管とか、そういう感じでだいたい 25% なんですよね。で、だからまず、いつ、これ逃したら、次いつこのヤマハ CFX が、セールで回ってくるかわからないっていうのと、うん、あと、多分どんなに安くなっても 25% までだろうなっていう、うん、売り方が変わらなければの話ですけどね。っていうのがあるんで、もう、絶対に欲しい。絶対に買うぞと。近いうち必要になるから、買うことになる。って分かってるんだったら、もう今、ちょっと無理してでも買っちゃった方がいいですね。容量があればね。
でまあ僕は買わないのはもうフルライブラリで入らない、 SSD にもう入らない、 180GB しか残ってないんで入らないで、買うんだったらあとその SSD も買わなきゃいけないんですよ。だからそうすると例えばこれで350ユーロじゃないですか、フルプライス、あのフルライブラリの方でね、まあもうちょっと安いくなるはずなんですけど、販売店で買えばね、でそれプラス SSD、 例えばでも SSD も512とかだといくつだ、8000か9000ぐらいですかね今ね。でさらにその分の値段が入ってくると、1テラになると倍以上するのかな、ちょっと詳しくわかんないけど、まあ高いですよ。音源はさ大容量化してってるんですけど、ちょっとそのペースが、そのストレージの容量、大容量化とその価格のが下がっていくのとをちょっと追い越しちゃってる感じがねあるんですよね。その辺はちょっと SSD の方にね頑張ってもらうしかないっていう感じがあるんだけど、まあね、240GB はびっくりですよね。僕ね、ちょっと昔話ですけど、2000年頃にギガサンプラーってありましたよね。どれぐらいの人が知ってるかわからないんですけど、僕もねあれ、その使ったわけじゃなくて、いや桃としてあるっていうのはしてて、でギガピアノだっけ、なんか要は1ギガとかもう越してるような、単位がギガで言うになってくる、その音源がそこにあるっていうので、もう友達と大笑いしてたんですよ。ギガってなんだよみたいな感じでね。あ、大笑いしてたんですけど、まあ今はもうギガ当たり前ですけどね。でその当時で言うとギガのソフトウェアの音源ってもうぶっ飛んでるんですよ。2000年頃っていうと音源、あのハードウェアのさ、こういうのとかね、例えば赤いサンプラーとかがまだ元気だった頃からもうこうソフトウェアとね、こうクロスフェードをしていって、もうソフトウェアがかなり優勢だなっていうね、もうほとんどそっちに変わってきてるみたいなあの時期だと思うんですけど、でその中でそんなにまだ大容量じゃないじゃないですか、ストレージがね、ハードディスクはまあ大きくなってきてるよねみたいな感じで、 SSD なんてなかったし、なかったよね。だからね、まあ、当時そのギガサンプラーで僕はびっくりしたんですけど、まあ、その後どうなったかちょっとよくわかんないんですけど、ギガスタジオとかになってその後消えたのかな、ちょっとその辺追いかけてないんでわかりませんけど。まあね、ちょっと240GB びっくりですね。でね、まあ、じゃあスタンダード買えばいいじゃんって思ったんですけど、僕ねこの音源でちょっとね一番の楽しみにしてるのがね、これなんですよね、ミッド2の音なんですよこれ。あのゼンハイザーの MKH8040 マイク使って収録してある。でそれがねこれなんですけど、ね、まあステレオでね、こちっこいマイクなんですけど、これをビエナがピアノの収録で使ったらどういう風に使ってくるのかなっていうのがすごく興味あるんで、なんか勉強のためにねこれを聞きたい、使いたいなと、自分の環境で使いながらどんな音にしてくるんだろうっていうのがねあったんで、だからねフルライブラリーをね欲しいんですよね。これがねスタンダードライブラリーに入ってればスタンダードライブラリーでもうパッと買っちゃってたんですけど、ないんでね、っていうのがね、まあちょっとスタンダードライブラリーに手を出さないっていう理由なんですけどね。まああともう一つ理由はね、もう一個あるじゃないですか、ビエナのピアノ音源って、ビエナインペリアルで、まあ改めて聞くと、まあっていうかあれはしょっちゅう使ってるんですけど、僕あれもいいんですよ全然。でそんなに細かくピアノの音源で、これライブ寄りな音源なんでね、で細かくそのピアノの音色の違いっていうのが必要になるんでなければ、まあ一個そういう系ライブ寄りな
に向いてるような音源持ってれば、まあ無理して買うことはないかなと。2万円だからね、スタンダードライブラリーでも2万で4万5000円くらい、4万ぐらいで買えるのかな、販売店買ったらね。4万円ぐらいで買えるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そこまで出して無理して、買うかなっていうとね、でそこでちょっとこう立ち止まった感じなんで、まあ見送り決定ですね、僕はとりあえずは。うん、全然あの他に買うものとかなければいいんですけど、パッと買っちゃってるかな。 SSD もね一緒に買わなきゃいけないっていうのもねあるんでね。だからまあ例えばフルライブラリ買ったら4万だけじゃ済まない、5万とかもっとかかっちゃうんで、ね、うん、でそうセールね、これまあいつくまた次来るか分かんないんで、どうしても欲しいっていう人は無理しても、まあ、買っちゃった方がねいいと思います。でまあ2つ目の話題に移ります。まあ、そのセールがいつ来るか分からないっていうので、セールで驚いたっていうのがこれこれね、みんなびっくりしたんじゃないですか、ウェブスの製品とか使ってる人ね。あのシェプスオムニチャンネルっていうあのチャンネルストリップ、アンドリューシェプスさんが出してるあのチャンネルストリップのソフトウェアなんですけどまあ定価は149ドル、まあ、定価がどうやって決まってるのかものすごい謎な業界ですよねまあそれは置いといて149です。まあ普通の価格として見せてきてる製品が29ドルになる。でまあウェーブスの売り方としてはもうなんか当たり前かなと、最近ではね急にもうバーッとこういう売り方してきてるんで、一気に値段下げるっていう売り方してきてるから、まあまあ大体この製品出た時に149ドルでイントロで49ドルだったんですよ。でまあいずれセールが来たら、1年後とかにセールが来たらまあ29まで下がるよねっていう感じには思ってたんですよそんなに注目を浴びるというか、みんなこぞって欲しがるかっていうと、そういうタイプのあのソフトじゃないと思ったんで、まあ遅くとも1年以内には来るんじゃないのかなと思ってたんですけど、1年どころじゃないですね。これね、出たのが今年ですよ。2018年、今年の1月25日かな？ 1 月の年末ですね。1月末に出たんですよ。そっから4ヶ月足らずですよ。4ヶ月足らずでもうこれ以上下がることはないと思うんで、ウェーブスのことなのかな、29以下になることはないと思うんで、もうこれ最安値だと思います、うん、で29ドルまで下げてきたのはね、もうびっくりしましたね。映画で半年もしないうちになんか地上波で金曜ロードショーとかで突然放送されるみたいなそれぐらいの驚きですね。もうびっくりしましたこんなに早く落としてきたんだと思って、まあ、音聞いてないんで全然お試し版も使ってないんで全然どんな感じなのかわからないですけど、まあ面白いんじゃないかなと思いますね、うん、シェップスのなんだっけ1073だっけ、プリアンプのはあのニーブのエミュレーションしたやつのあれは好きでしたけど好きで、うん、たまに使いますけどね、うん、まあ物に間違いはないんじゃないかなと思いますけど、チャンネルストリップって、まあ、そんなに出番あるかっていうと、僕のね音楽制作です、チャンネルストリップのソフトウェアで言うとまあないんですよね。たまに使って SSL のチャンネルストリップかな、あのなんだっけ C チャンネルとか G チャンネルとかあれはなんかこう刺しただけでとりあえずもう素の状態の音のね各素材がバッと綺麗にこうまな板の上に乗るみたいなね、そんな感じの変化があるんで、まああれはあれで面白いなと
でたまに使うぐらいですかね、チャンネルストリップとなると。まあ使う使わない使わないのに買う人はまあいるだろうけど僕も なんだっけ、そうそう、使わないのに買う、あるね。ああ僕だとね、シンセサイザーのソフトウェアシンセのプリセット集、シンセサイザー持ってないけど買っちゃってるとかいうのありますね。ありますね。でもこうパッケージでセット販売とかになっちゃってるから、まあ、嫌でも手に入っちゃうっていう感じなんですけど、まあいつか買うんじゃないみたいな感じで、いつか使うんじゃないみたいな感じでね。いやー驚きましたね。ちょっと4ヶ月足らずで29ドルセールっていうね。まあということでね、今回は雑談、音楽関係のソフトウェアで最近驚いたことですね。ヤマハのビエナのヤマハ CFX 音源の大容量っぷりと、ウェーブスの4ヶ月足らずでもう最安値に落としてきたそのセールの速さについてでした。